あえちゃんです。今回なんですけども、クロコダイルオーバーブースト52の動画となりますということで、今回杏仁社長さんがまあ紹介してくれたんですけども、まあ今回クロコダイルっていうことでやっていくっていうことで見ていきましょう。サポートはゲッターと麦わらの一味と超人系とグランドラインがまあついておりますということで、ゲッターいいですよね。まあそれでまずオーバーブースト52ってことで、攻撃力2224、防御2219、体力9453っていうことで、メダルはまあゲッターメダルっていうことで、まあローフとあのドフィーのおかげでまあダッシュ速度がアップするっていったメダルとなっていますね。ではリーグっていうことで見ていきたいなと思います。レッツラーゴー。では一戦目ってことでやっていきたいなと思います。まあ今回やるってわけではないんですけども、見ていきましょうということで、めちゃめちゃ楽しみですね。まあ初動画で見させていただくっていうことで、まあオーバーブーストしたクロコダイルがどんな感じかめちゃめちゃ楽しみでございますっていうことで、まずね、一応ねスキルに打った理由としてなんですけども、まあこれバフをかけるためにあの味方に打ったっていう感じですね。まあこうやってねバフをかかると、まあ味方にも付与できるっていうことで、そこも結構いいところだなと思います。でクロコダイルの強いところっていうのはね、まあ、皆さんもご存知の通り、あの裏取りがやっぱりねクロコダイルが得意だと思うので、まあ裏取りをするっていうのがガンガンいいのかなと思います。まあ向いてるステージとしては、まあシャボンディだったり、あとはねドレスローザとか結構向いてるのかなと思います。ああ、ここは仕方ないのかなと思います。で一旦ね、まあここはちょっと逃げる動きですね。やば普通に遠距離すぎだし、しかも火力高くね。ゲッターで一発3000与えるって結構な火力だと思いますね、マジで。で、ここで一旦ね、ちょっとフォロー入れているような感じですね。で、一旦これちょっと戦うの結構難しいと思ったね。まあ、逃げるのはめちゃめちゃいい判断だと思います。で、ここはちょっと味方がね、話してくれてありがたいなっていう感じですね。で、ここ、またサポートのゲッターのおかげで、まあ、ゲージもね、初期値増加っていうことで結構溜まったる状態なんで、めちゃめちゃでかいなと思います。で、相手の初期旗はちょっと結構きついですね。やっぱりロジャー怠慢だと正直きついと思うんですよね。ロジャーとか、まあ、赤犬とかだと、怠慢で勝つっていうのは正直難しいと思うんですよね。まあ、それで戦っていくっていうのはマジすごいなと思います。で、ここ、通常で合わせて逃げて、いい感じですね。で、ここでどうするかって感じですね。ここ、めっちゃ肉が落ちてくる。まあ、これ、ロジャーの特性、気絶強すぎ。で、ここで離すのうまい。これめちゃめちゃうまいっすよね。まあ、離すタイミング完璧でしたね。相手が回避したところをちゃんとうまく見て、ボンって離すところが素晴らしいなって感じですね。で、ちょっとね、これはね、やっぱりね、逃げるしかないんすよね、ゲッターなんで。で、一応戦うとなると本当に難しいと思うんすよね。で、これで勝てていく姿マジでかっこいいっすよね。普通に戦ってるんで、めちゃめちゃ素晴らしいと思います。でも、相手 HP あとちょっとっていうことで、で、ここで、ここは仕方ないかな。これやばくない？気絶が気絶が何回も入ってくるのはめちゃめちゃ辛いやつ。で、ここで、ドーンとやろうと思ったけど、ちょっと外れていく。ここで、オーケー、うまい！めちゃめちゃ今のうまくないですか？で、まあ、残り、まあ、10秒ぐらいなんですけども、まあ、ここ、一旦貯めても HP はない状態なんで、まあ、ここは多分やられるかな。で、ここが回避成功して、まあ、仕方ないのかなと思います。まあ、1戦目は余裕で4取りということで、まあ、クロコダイルナイスでした。ということで、2戦目見ていきたいなと思います。では、2戦目ということで見ていきたいなと思います。ということで、まあ、1戦目ね、なんだかんだ言って、ロジャーにもね、対抗できてたの素晴らしいなと思います。まあ、ね、通常ね、意外とね、最初の1度目がね、結構ね、相手にね、引き寄せるところが結構ね、面白かったりするんですよね。で、ここは一旦旗を取って、まあ、初期値の増加のおかげで結構溜まってると。で、まあ、ここは、裏に行くのかな？まあ、やっぱクロコダイルといえばこうやってね、まあ、裏が取れるのが結構メインだと思うんで、まあ、一応ここレイリーさん来ちゃったんで仕方ないかな。で、ここは、えい、回避で、ドン。ここは仕方ないのかなと思います。で、ここはちょっと旗取られそうだな。まあ、ちょっと取られそうなんですけども、ここをスキルで挟んで、ドーンと吹っ飛ばしていく。で、ここでね、ちゃんと取り返していく。素晴らしいですね。で、一旦、ここは、ちょっと回避しながら、ドン、ドン。火力がやっぱ高いっすよね。最後のあれ当たるんだよ。で、めっちゃね、
最後のあれが当たるんだって思って俺めっちゃびっくりしましたね。最後の3発目がさ、あのトルネードーンって、俺1回もさクロコダイルね使ったことなくて、なんだろうね、まあ、クロコダイルって正直今のキャラから比べると結構難しいんですよね。逆に使いこなすっていうのがめちゃめちゃすごいなと思うんですよね。あとキャラ愛があって52まで振ってるところがマジですごいなと思いますね。で、相手がね、上に登ったところを狙って欠かさず裏を取っていくと。まあ、ここをね、ちゃんと裏取るのは素晴らしいなと思います。で、一応 HP もね、ほぼマックスなんで、で、ここでね、ちゃんとね、なごみちゃんも倒していくと。素晴らしいですね。で、味方のフランキーがいるんで、味方にフランキー任して、このまま欠かさず裏取りを取っていくと。で、ここで 4-1 っていうの結構でかい場面だなと思います。で、まあ、一旦ね、裏を見て、相手裏取られてるんで、ちょっと裏行きたいなって感じですかね。で、裏行って、速攻援護、うおこれ気持ちいい、めちゃめちゃ直線素晴らしい。で、まあ、ここダメージ食らっちゃう仕方ないんですけれども、で、一旦ここは逃げながら戦っていく感じですかね。わあ、これね、ちょっとね、ブーストだったんで、一応ブーストだとちょっとね、ダメージ入っちゃうのは仕方ないのかなと思います。ここ、一応逃げるのは結構、いい判断だと思います。で、ここ、一旦ね、ちょっとブースト来てるんで、結構きついっすね。あー、ここは残る、よう HP 耐えたな。まあ、今、一瞬よう HP 耐えたなと思うんですけども、まあ、正直、まあ、赤犬はきつい場面だなと思います。まあ、こうやってね、普通にまあ、火力もあって、まあ、結構、まあ、耐えられるんだなーって思うと、すごいなと思いますね。まあ、クロコダイルって、俺ね、一応95で持ってるんですけども、一応プラベ以外あんま使う機会なくて、一応プラベで使ってみると、もう全然使えないんですよね。まあ、一応52まで振ると、やっぱりね、夢がありますよね。まあ、一応、赤色の攻撃少しでも、ダメージ、普通属性的に苦手だと思うんですけども、まあ、ここで、意外と耐えてるんですよ。見てて思いません？これ。よう耐えられるなぁと思うんですよね。これが52の素晴らしさなのかなと思いますね。で、ここは一応ね、余裕で 3-2 で勝ちと、スコアも6900と素晴らしいと思います。では、まあ、ラストの試合ということで見ていきたいなと思います。ということで、もうね、オーバーブーストってやっぱいいな。もう俺も自分の推しキャラに振りたいっていう気持ちがね、親近感湧くな。で、オーバーブーストを振ることによって、まあ、普段じゃ耐えられないところが耐えられるっていうところが素晴らしいのかなと思いますね。まあ、やっぱり、オーバーブースト振ってると振ってないだけで違うっていうのが、まあ、実際オーバーブースト振ってたおかげで防御とかね、攻撃とか体力が上がったりもするので、まあ、その分、いつもよりも耐えられるのかなと思うので、そこがね、またいい点なのかなと思います。はい、ここ回避成功していく。で、やっぱりね、オーバーブースト、俺も何かに振りたいな。まあ、できれば3周年のヤマトに振りたいな。まあ、多分俺が振る機会としては、だいぶ先なんだろうな。まあ、キャラ愛とかやっていくと、まあ、超フィス引けなくなってしまう。そこがちょっと辛いな、と思います。で、こうやってね、まあ、キャラ愛があって振れる人はマジで尊敬。マジで、すごい。もう尊敬というかもう、神様ですよね、ということで。で、ここはね、相手がね、欠かさずね、降りたところ狙って、まあ、ちゃんと裏を取っていくと。ちょっとね、ここはきついんですけども、まあ、全然ね、ウソップでも枯れちゃうよというところで見せたいなって感じですかね。で、ウソップくんね、結構ね、属性的に苦手なんで、お、ここよう当たらなかったな、うまいうまい。で、ここで、取ろうか取らないか結構悩みますよね。で、ここでダウンでかい。で、あと、1回か2回かな。で、ここ一旦逃げる判断いいと思いますね。で、相手が降りてくるの待ってる感じですかね。で、通常で合わせてくるのかなと思うんですけども、いや、ここちょっとね、赤犬はきついですね。まあ、赤犬は正直きついんで、まあ、ここは逃げるのが一番判断としては間違ってないのかなと思います。で、マムちゃんもね、結構きついと思うんですけど、おい、今のジャスカイ素晴らしい。めちゃめちゃ素晴らしい。まあ、ここジャスカイしたと、あと、ま、回避がなかったんで、まあ、仕方ないのかなと思います。まあ、ここの場面結構きついっすよね。まあ、赤犬とマムと、もう、最強軍団にも囲まれているということで。まあ、これでも、まあ、まだまだ HP を耐えていくクロコダイルはマジで尊敬ということで。で、ここで一旦逃げるっていうことも判断としては間違ってないのかなと思います。まあ、これでぶっちゃけ戦ったところでブーストも来てるんで、まあ、耐えるのが難しいと思うんですよね。で、あそこにいい肉が落ちてるんだよ。やっぱ肉はね、美味しいものはね、奪っていくっていうことで素晴らしいと思います。まあ、お肉マジで美味しいから。で、ここの相手がね、下に降りたところ欠かさず、
まあ、クロコダイルの強いところ、裏取りなんでね、裏を狙って抜いていく。いいですね。で、まあ、残り今30秒ということで、まあまあまあ、ここでもゲージもね、余裕で守れてる感じで、ここも回避成功して、で、ここの犬神ぐらいは仕方ないのかなと思います。この二人もいるんで、さすがにきついですよね。まあ、自分だったら結構倒すの難しいと思うんで、で、ここでスキルで挟んでるんですけども、相手の無敵。無敵マジでずるいですね。まあ、これでね、まあ、3戦目っていうことで、ありがとうございました。皆さん、クロコダイルどうですか？欲しくなりませんか？私もね、まあ、クロコダイルな欲しいなと思いますね。100レベルになったらね、動画あげようかなと思います。提供してくれてありがとうございました。